はい、やりましょう。英検準1級どうやる、単語集見たときに日本語でどんなイメージ浮かぶかっていうことだね。医学部、医学科は難しい。なんでそれは就職試験兼ねてっから、10年ほど前はどっちが勝つかって言ってたね。つまり銀行マンかそれとも医者か、ほぼトントンやったなと。銀行の重役だったら、お迎えの車が来ると、そういう時代がまあまあ割と続いてきた。今銀行マン減らそうとしてる、半分でって言ってるわね。医者は、いや医者は必要だよと。いや本当に、30年前は神戸大から JR に入れんかった。入れんかった。でも一応取り出すようになって、あそうかそうでもないんか、入れるには一人か二人くらいが毎年というふうになってきた。 JR 入った仕事、ジャパンレールウェイ入ったら何か事故処理、事故があったらね、尼崎事故、あんだけ人が死んだ。そしたら、ちゃんと背広を着て被害者の家に行って、何かできることありますかと1年以上続ける。そしたらもう兄ちゃんもええわ、もううん、あんたの誠意は分かった、でももううちの子はもう帰ってこんのやから、ほんとこれから事故起こさんようにやってください。そういうことをするのが現場やなくて、大卒の、JR の本社社員のやることや。それで、京大出ても東大出ても物を売る、そういう能力あるかどうか、よほどの管理職やったらいいけど、はい公務員ね、はいパブリックサーバント、あるいはシビルサーバント、は別やけど、お役人やから、そうやから、普通の会社員だったらそうではない。あだから大変や。そうね。はい。でたまにはもう高校生くらい で就活どんなことか客観的にオブジェクティブに状況を見ておきましょうと。ぼんやりぼーっと授業中確信犯的に寝ている人は世界が違う。一人でもやることはやる。そうですと。ということで、よその学校もみんな寝てると思ったら大間違い。それから物忘れが激しい、物忘れがひどい学校は、やっぱり限界かな、これ以上はと思う。そんなん、例えば、R 高校、洛南高校とか、物忘れして何かって言ったら教室入れない。お、家帰れと。家名古屋ですけど行って帰ってこい。シーズンパスあるやろと。そうしつけができてない、しつけが。はい。それで、平気で物を忘れてくる。将来は暗い。それぐらいは常識としてカマンナリッジ、コンセンサスとして知っておきましょう。はい。